手話を広く知ってもらおうとナンションでスタートしたみんなでつながる手話ワーワーのコーナーです。今日も一緒に学んでいきましょう。今日学ぶ手話はプレゼントなんですが、さあハローさん、プレゼントはどうされると思います？プレゼントってマジで当たるんじゃないですか、ね、なんか簡単そうです。プレゼントといえば何を買うか悩むでしょ、うん、だから手話はこうです。それ悩んでる人いつもそれ出るようなこうです、プレゼント悩む姿多いですねあんまり言わない、あんまり言わないですよ、悩む姿多いですねって言わないでください正解は左手を広げて右手でプレゼントの紐をつまむようにし、相手の方に差し出すイメージで両手を前に出します。両手プレゼント、プレゼント、はい、プレゼント誰かに送る感じ、そうですね、プレゼントを送るあのイメージで、では一緒にやってみますよ、せーの、プレゼント、もう一度、何で笑ったんですか、プレゼント、萩原さんの顔が、はい、もう一度プレゼント、はい、表情も大切ですからね。ちなみにあのクリスマスプレゼントってどうやるか分かりますか？クリスマス、クリスマスこうだったから、そう、クリスマスこう習いましたよね。クリスマスこう、大正解です。あ、正解なんですか？クリスマスプレゼント、はい、ぜひ組み合わせてね。クリスマスプレゼントじゃないです。こうでもいいですか？いや、プレゼントだってこうだって今言ったじゃん。あ、そうか、すいません。口もしっかりね、クリスマスプレゼントと話しながら、はい、行ってみてください。今日はプレゼントを紹介しました。コロナ禍でなかなか思うように会話ができない今、手話でコミュニケーションを取ってみてはいかがでしょうか。以上、手話ワーワーのコーナーでした。